はい。ではですね、今回はアネレムについてお話をね、したいと思います。アネレムのメリットなんですけども、例えばプロポホールと比較したときに、プロポホールっていうのは血圧が下がったりっていう循環動態にね、影響があるんですけども、アネレムっていうのは血圧が下がるっていうようなね、合併症を持っているようなね、患者さんにも使いやすい、ね、循環動態に影響が少ないっていうメリットがあります。で、このプロポホールなんですけども、これをね、使うとき、患者さんが痛い痛いって言うと思うんですよ。ね、要は血管痛があるということなんですけども、その一方でアネレムっていうのは血管痛がないっていうことですね。はい。で、さらにですね、これ、プロポホールは、拮抗薬がないので、プロポホールを使ってて、で、それで、なかなか起きないなーっていうときには、もう待つしかないんですよね。起こすっていうための拮抗薬がプロポホール自体にはないということなんですけども、その一方ですね、アネレムっていうのは拮抗薬があって、例えばフルマゼリンとかがそれに当たります。で、例えば、まあ、アネレムでこう寝ているときに、ね、なかなか起きないなっていうので、フルマゼリン、これを使うと、こうね、起きるということがあります。じゃあですね、アネレムに似た、このミタゾラム、同じ系統のミタゾラムってあるじゃないですか。で、それを別に使えばいいんじゃないですかっていうふうに思うかもしれないんですけども、ね、この点について、まあ、この表でお話したいなと思うんですけども、横軸は薬を使い続けている時間。で、縦軸っていうのは、薬のね、血中濃度、これが半分以下になる時間っていうのを表しています。ミタゾラムっていうのは、使い続けていればですね、体から抜けていく時間っていうのは、どん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 、上がっていってしまうんですよね。だからなかなか、使い続けていると、体から抜けにくいっていうことになってくるんですよね。で、その一方で、アネレムっていうのは、ね、使い続けていたとしても、体から抜けていく時間、これはほとんど変わらないんですよ。ね、いっぱいずーっと長く使っているから、体から抜ける時間もどんどんかかってしまうっていうわけではないんですよね。はい。なので、このミタゾラムを使っていて、そこでフルマゼニル、拮抗薬を使って、まあ起きるわけですけども、ね、当然フルマゼニルもね、薬なので、徐々に血中濃度が下がってくるわけですよ。ね。こういう感じで。で、その一方で、ね、長くミタゾラムを使っていれば、さっきの表の通り、体からね、抜けていく時間っていうのが長くかかっちゃうわけじゃないですか。そうなると、フルマゼリの方が、どんどん先にですね、血中からなくなっていって、ミタゾラムがまだ残ってしまっている状態があると、またですね、うとうと寝てしまうと。一回ミタゾラムを使った後、またね、寝てしまわないかなっていうのを一応観察しとかないと、ね、またこう、くって寝てしまうっていう、こういうことが起こるかもしれないので、十分注意しなきゃいけないよっていう。さらに、ミタゾラムっていうのは、肝臓で代謝された後、そのね、物質、これがですね、赤ちゃんミタゾラムみたいな感じですね。まだね、こうやってね、うとうとする作用、これがね、あるんですよね。はい。でね、その一方で、アネレムっていうのは、ね、拮抗薬、これをね、フルマゼリルを使った後に、ね、先ほどの表を思い出してほしいんですけども、まあ、どんなに長く使ってもね、体から抜ける時間っていうのは長くならないので、まあ、フルマゼリの効果が、こうね、薄まってきたとしても、そのまま起きた状態っていうのをキープできてて、アネレムっていうのが、どんどんまたね、血中濃度に残ってて、まあ、うとうとするみたいな、そういうようなことはないんですよね。で、さらにですね、これ、肝臓で同じようにアネレムも代謝されるんですけども、この代謝された物質、これは、ミタゾラムと違って、うとうとするような作用はない。なので、
肝臓で代謝された後でもですね、特に悪さすることなく、このままね、パーッと起きているような状態、これをキープできるんですよね。はい。で、プロポホールなんですけども、これは一体ね、この表の中で入れたらどんな感じなのかっていうと、まあ大体ここら辺なんですよね。まあ見ていてわかると思うんですけども、どうやらミタゾラムとアネレムの間ぐらいだということなんですね。でね、これをね、説明すると、ね、プロポホールも同じように肝臓で代謝されて、ね、その代謝された物質っていうのは、うとうとするようなね、そういう作用っていうのは残ってないので、まあ、起きる状態っていうのは作れるんですけども、ね、その一方で、まあ、使っていれば使っているほど、まあ、筋肉とか脂肪に蓄積されていくんですよね。なので、これ、当然、代謝されるまでに少し時間がかかる。というわけで、アネレムよりもちょっと時間がかかるよ。ということで、この間ぐらいのところに位置しているということなんですよね。じゃあですね。まあ、実際にね、麻酔で使って比較したらどうなんだろうっていうようなね、論文があるんですけども、アネレムとプロポホール。これについてですね。まあ、投与開始から意識消失まで。そして、投与終了から覚醒まで。ね。これを、アネレムとプロポホール、それぞれですね。まあ、時間を測ったわけですね。で、結果どうだったかっていうと、これ、なんですよね。投与開始から意識消失まで、そして投与終了から覚醒まで。プロポホールの方が、アネレムよりも早く、それぞれ、意識が消失し、目が覚めたよ、ということ。こういうようなね、研究結果っていうのも最近出てきてはいます。はい。まあ今回、アネレムについて、まあ、プロポホールとかね、ミタゾラム、こういったものを、使って比較しながら、学んでいったと思うんですけども、まあ、これでおしまいになります。